クーただいまって言ったらクールがお外から戻ってきた。どこから出たのかな。ただいま。はい、おしっこ洗おうね。どこから出たんだろう。おかしいな。クール教えて。ねえ、どこから出た。クール、ちょっと見せてよ。ちょっと確認。あ、やっぱりここか。ここの窓が開けてあったんだ。あ、ほら。誰が開けたのかわかんないけど、まあ、よっこいしょ。ここはまだクールの力、あ、止めてあるか、ここは。よし。クールごめんね。ねえ、暑かったね、お外で。クールはあったかくてよかったかな。クール、え、疲れた？うん。じゃあご飯とお水。今日はね、クールのクール専用のかつお節を買ってきた。ほら、猫ちゃんのかつお削り。ほら、見て見て見て。あげるからね。ちょっと待って、アイスしまうね。だったね。お外に出たのはいいけど、誰もいなくて困ったね。そうだね。うん、疲れた？道路が暑い暑いだったでしょう。ねえ、寂しかった？ねえ、寂しかったね。お母さん休み出ちゃった。ねえ、クールに行ってきますって言ったよね。ねえ、クール行ってきます言ったのにね。もう外に出ちゃったね。ご飯？うん、わかった。ご飯ね。はい、切るよ。ご飯、じゃあご飯行こう。ね、ご飯。ご飯じゃなくて、かつお節にしようか。猫の。ねえ。猫のかつお節。猫の。あ、開けて。ほら。開けます。よいしょ。あ、秋元というところの。はい、最高のかつお節でーす。じゃーん。クールちゃん、初めて猫のかつお節を食べます。お母さんが味見てみる。塩分あるけどな。もう普通のよりいいんだろうね。はーい、どうぞ。おいしいですか、クールちゃん。ちょっとこっち向いて食べてね。こっち向いて、どう？おいしい？見える？よかった。これを買ってきました。これです。ね、あとでカキカキしようね。